ゴエティアに記されたバティンを指示るバティンは、悪魔学における悪魔の一人、バティムあるいはマルティムとも呼ばれる。ゴエティアによると、序列18番の地獄の大公爵、30の悪魔の軍団を率いるという、大容疑書によれば、フルーレティの支配下にあるという、レジナルド・スコットの幼日の開示1655年版では、パイモン、バティン、バルマを呼び出し、 その恩恵を受ける方法が書かれている。この書によれば、バティンは、炎の源泉の深い領域に属しているという。ルシファーの使い魔の二番手であり、地獄の異界の中でも、貧瘡さと愛想の良さでは並ぶものがないとされる。召喚されると、青ざめた馬に乗り蛇の王を持つ屈強な男の姿で、現れる。薬草や、 宝石の効能を知り、人を国から国へとあっという間に運ぶ力を持つ。サダマナーキアデーモヌム、ハットアーサーエドワードウェイト、ザ・ブック・オブ・セラモーニル・マジック、P188 この部分は、レジナルド・スコットによる元のテキストにはなく、別人によって足されたものと考えられている。ツイリット・グロット、アーカイブス・オブ・ウエスタン・エセテリカ内の文書の、編集者による序文を参照。 ありがとうございます。